バトルフィールドアフタートーク、はい、もう晩は。あ、こんばんは。ありがとうございます。はい、いえいえ、ご紹介ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。吉田の部屋。お、いいですね。結構、今、バトルフィールドっていうラジオで、はい、そのゲスト呼ぶんですけど、はい、あんまりなんだろうね、せっかく来てもらってるんですけど、ちょっとせっかく来てるんだったら、もうちょっと掘り下げて、うん、はい、ラジオの時言えなかった話とか、はいはい、ざっくばらんにできたらな、みたいな思ってて。はいはい、ちょっとベノムさんのまず自己紹介を、はいはい、お願いいたします。はい、はい、どうも、ベノムです。まあ、自己紹介、そうですね、まあ、千葉で、やってます、まあ、いろんなちょっと波乱万丈なというかいろんななんか経験を経て、まあ、千葉で、まあ、もう戦国にもすごくお世話になって、いや、こちらこそ、いつもありがとうございます。はい、はい、ベノムさんは、はい、ラップ歴は、まあ、ちょっとさっきも言ったんですけど、何年ぐらいですか？そうですね、18年になるんですか、2000年ぐらいだと思うんで、多分、はい、ラップを始めようと思ったのが。それって、はい、そのさっきしょ、まあ、始めたきっかけ、もう一度言ってもらいたいんですけど、はい、どういったきっかけで？そうですね、まあ、僕、暴走族ずっとやってて、で、その事務所に入ってたんですよ。結構でかいと思いますか？あ、全然、自分たちで作って、結構なんかもう、日本一になったんですねみたいな若気の至り系のいくつぐらいの時は16、7ですね。16、じゃあ結構同じタイミングみたいなもう感じなんですね、はい、ラップと、はい、あ、そうそうそう、はい、そうです、はい、うん、でちょうどその時ぐらいにもうまあそういう悪いことやってる仲間と昔から仲はいいんだけど、なんかちょっとそういうのとちょっとワンテンポずれてるやつがいて、はいはいはい、一線ずれてるやつがいて、そいつが DJ やってたんですよね。でそいつはもう普通に仲良かったんですよ、悪いこと関係なしに。でそいつの地域ってやっぱりもう常にヒップホップが流れてて、それもずっとミックスしてるんですけど、でその時にこうなんか流れてる曲がなんかすごいかっこいいなっていうのはちょっと頭の中にあったんですよね。でもそれがヒップホップだとかなんかそういう掘ったりとか全くしなかったんですけど。それは日本語なんですか？日本語とかもいろいろありましたね。なんか 今こう振り返ってみると、その時流れてよく流れてたのがソウルスクリームの東京と、はいはいはい、あと悪名をよく流れてたんですよね。はい、でも東京とか下手したらそれ新譜ですよね、はい、その時代多分そうだと思いますね、うん、2000年とかですよね、はい、いやその前ですもんね、はい、その前です。 DJ が聴いたのは、はい、僕がそのやろうと思ったのが2000年ぐらいなんで、うん、多分そこから多分 2年とか3年とかもう前97、8年ぐらいじゃないかなと思います、うん、多分結構一番その影響を受けたとか、はい、この人かっこいいなと思ったアーティストとか誰ですか？はい、僕はもうブッダブランドですね。おー、はい、その先ほど話したように今ちょっと出所してから、はい、そのファインを見て、はい、ブッダブランドっていう名前を知って、はい、でディスクニオンに行って、うん、でもう視聴とかも何もないわけじゃないですか。 YouTube とかもなんか特にその情報源がないんで、はいはいはい、もうパッと見てこのジャケかっこいいなと思ってで買ったのが黒船だったんですよ。おー、はい、そっちなんですね。はい、なんかこう手に取ってかっこいいなと思ってでパッと行ってで家帰って CD を入れて流すじゃないですか、はい、で1曲目がイルスになったんですよ、ね、はいはいはい、はい、でもベースラインから入っててはーっていうのが入って、僕ちょっとダークな世界観が好きで、おでその時ラップとかって多分イーストエンドプラスユリとか、あ、まあ世間はそうですね、はい、多分でなんかそういうのが流れてちょっとやっぱりポップというか、うん、はい、キャッチーな、でなんかちょっとそういう世界観あまり好きじゃなかったんですよね、はいはい、ちょっとドロドロしたのが好きで、でもなんかそういうのってこう、まあ、やっぱ情報がないんで、うん、ヒップホップでそういう世界観っていうのはあまり出ないのかなって出すものじゃないと、このジャンルってこういうみたいな、はい、なんとなくそういうちょっとイメージがあって、はいはいはい、そしたらもういきなりドロドロの音が来るわけじゃないですか。うわ超かっこいいと思って、多分それがもう本当にもう、はい、もう一番もう衝撃だと思います。なるほどね、はい、ベノムさんは、はい、合計それは出て聞いて、はい、合計何回ぐらいこう、はい、海外の方に？僕海外は3回ですね、はい、最初から含めて3回、あ、最初から含めちゃうと、その初年の時に行ったのは、はい、初年の時にベストにもの時に、はい、僕2回すごいな、2回、おお、はい、まず2回ってこと？2回で、システムが変わって、はい、からは3回行って、3回、はいはい、5回ですよね。それは、はい、あれなんですか、はい、なんで、はい、少年の時はまあ喧嘩ですね、障害ですね、はいはいはい、で大人になってからはまあドラッグ、薬物です、ね、あ、はい、で出てきて、はい、出てくるたびに、はい、なんかそのヒップホップ活動をしようみたいな、そうですね、やっぱまあ周りの人がちょっとこうじゃあ出てきたんならちょっとライブやれよとか、なんかほんと出所した日に、うん、なんかたまたまどっかでイベントやってて行ったらじゃあもう一度出てきたのがマイクやれよみたいな、マイクも出してもらうとか、まあそういうのもあったりして、はい、やっ
てましたね。やっぱ出てくるたんびにやってで活動してって、ちょっとこうなんかライブのオファーとか取って良くなってくるとまたポンっていなくなっちゃって全部穴開けるみたいな、結構そういうの続いちゃいましたね。でその千葉のそういう仲間とかで言ったら、はいはい、結構誰とかだった仲に、やっぱ一番のその、そのフリースタイルっていうものに触れさせてくれたのが房州だるまっていうグループがいてですね、はいはい、その房州だるまっていうグループがあの、まあ、穂村一斗っていうラッパーと、あとあのシンガーアヤっていうこと、あと DJ 和語兵っていうその3人組なんですけど、はい、でそのやっぱり他にやっぱりその一番言ってさっき言ったラジオで言ったマニュード君が、はい、そうですね、やっぱり刺激になりましたよね。やっぱ中でこうフリースタイルやって、もう僕やっぱもうずっとワニュードとあいつももうほんとひたすらフリースタイルやるやつなんで、うん、結構2人でもうずっともう何時間もずっとひたすらフリースタイルするみたいな、やっぱよくやってたんですよ、はい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 、なんかそれをイメージして結構フリースタイルするときはなんかこうワニュードのことを想像したりとかしてフリースタイルするみたいなことはやっぱよくありましたね。それは中で、中ですね。中でワニュード君を想像してバトルするわけですよ、はいはい、バトルってその時にもあのそのバトルっていうものに対する認識があまりなかったんですよ僕も。でバトルに見せられてもなかったんで、はいはいはい、だから見出せてなかったって感じですかね。バトルの中におけるバトルっていうシーンにおける自分のスタンスみたいなのを見出せてなかったんで、まあ、ただもう2人でひたすらこうマイクリレーやってた時のイメージ、あ俺がこう言って言ったらあいつがこういう風に言うんだろうなみたいな、はあはあ、そしたら俺またこうやって返すんだろうなみたいな、なんかシャドーボクシング、そうそうシャドーボクシングみたいな、そんな感じですね、はい、すごいね、はい、でも確かにワニュー君もベノムさんもで、あと今まだ話出てないですけど小池芳則、うん、ドロちゃんも多分同じタイプなんです。あのひたすらフリースタイルをし、まあ、したがるもそうだし、そうですね、それが一番話が早いとか、そうですね、はい、だってあの小池くんなんかの LINE でメール送るとボイスメッセージ、いやそうそうそう、はい、小池さんそうなの、ね、ラップで返ってくるんですか、そう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 、はい、そう、僕もラップで返してみたいな、あの出てくれますかって送ったら、はい、ボイスアップ持ってきて正社員もちろん答えは OK 後ろで子供の声とか聞こえるんですけど、そうなんですよ。でこの前もあの松戸の方で、はい、あの僕の後輩の狂人っていうラッパー、はいはいはい、狂人が無音 MC バトルで、そのゲストが小池くんだったんですけど、はい、僕ちょっといろいろ用事があって終わった時もちょっとイベント終わってたんですけど、はい、もう小池くんもいて、もうせっかくだからちょっとやろうよってなったら、もうちょっと DJ 機材も全部片してて、はいはい、いやもう音出ないですよって、いやいや無音 MC バトルが無音でしょって。僕と小池くんで本当1時間以上無音の状態でひたすらフリースタイルするっていう、やっちゃうんだよな、で一回休憩しようってなってバーカン行って、でその小池くんはなんで一回その辞めてまた戻ってきたのみたいな話、いや俺はあのその奥さんにさ辞めろって言われたんだけどでも俺はみたいな、始まったみたいなこれがあんまりそれ食らったことないもん俺、でも俺結構八森さんにすらそういうことしてくる人ってあんまもういないと思うんですよ。いないですね。いや俺になんてもっといないんですよ、はいはいはい、でも小池さんしてきます、はい、小池さん全然してきます、ドロちゃんはサマーボムでジブさんにやったんですよ、はい、ジブさんにやったロードトゥダンジョンじゃないですか、はいはいはい、あの前の時間で、はいはい、いや、いたんならやるでしょって考え方がそうなんですよ、ね、そこに山があるから登るみたいな感覚でラッパーがいるからやっぱ挨拶をするって言ってたのあの人はね、はい、でも、まあ俺から見たら同じタイプなんで、本当ですか、はい、こうやって話ができるのが奇跡なのいや、僕全然もうあのトークトークで、はいはい、まあでもベテランの魅力みたいなところもあると思うんですよ、そういうのってその変なその上とあんまり、はい、自分と の, そのハードルを作らずにラップで一気に打ち解けれるみたいなのとか、はい、そういう人柄が前面に出るスタイル、はい、なんかあのヒップホップってなんかすごい不思議だなって思うのが、はい、例えば僕テクノとかも好きなんですけど、はいはいはい、テクノってやっぱもうセンスいいやつが抜群にかっこいいんですよ。だけどヒップホップってセンスいいだけじゃなんかダメな感じがするというか、うんうん、やっぱなんか一番何かなって考えたらその人間がバックボーンをどれだけそのセンスとか経験でその消化させてるかみたいなのが一番かっこいいってなってくると、やっぱ人となりがどうしてもこう左右してくる、そうですよね、はい、そいつの人間性みたいな、でもそれがダサさがかっこいいみたいなのもあるじゃないですか、ありますありますあります、はい、やっぱそういうやつやっぱこうまっすぐなやつだね、特に MC バトルはそうなりますよね、あやっぱそのなんか泥臭いの、なんかその MC バトルなんかその戦国初めて出させていただいた時になんかそこのなんかこう泥臭さが見え隠れするんですけど、やっぱり一番はちょっとこう韻踏んだりとか、うんうん、ちょっと上げ足取ったりとかしてお客さんを盛り上げるみたいな、やっぱ多分若い人が多いからそこに一番反応するのかなっていうのがあったんですけど、なんかその泥臭い部分が自分はなんかその初めて感じたというか、はい、
今まではその UMB だったら、まあ、和乳道とか田中光だから、うん、まあ、泥臭くなって当然だったと思うんですけど、はいはいはい、それがなんかこう他人のそういうのを見た時に、あ、MC バトルってなんかちょっとこういうのあるんだみたいな。で、りょうた君がそういう感じでガンってくる時に、はいはいはい、うわ、これはちょっとなんか面白いなみたいな、うん、なんか人間力でなんか戦えるんだみたいな、はいはいはい、っていうのを見だ、そこが一番魅力に感じて MC バトルやろうって思った、はい、きっかけですね。ベノムさんが例えば戦国の4つの予選から出てくれて、はいはい、まあ言ったらスキルを一番磨いてきてる若い子とかと戦った時に、はいはい、そういうの関係なく人間力で、はい、まあ押し潰さないんですよね、しかも、うん、ね、相手もちゃんと称えつつ、こういう自分はこういう人間だとか、こういうことをしていきたいんだみたいな話でスキルを上回るじゃないですか。そう、なんか何も考えない時自然とそうなったのが一番良かったです。あ、はい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 、はい、でなんか自分で、あ、なんかこういうスタイルいけてるなと思って考えちゃうと今度ダメになるんですよ。なんか、なんかそれをしようとするとなんかダメダメ、本能型なんですね。そうなんですよね、なんかはぁ、あ、はぁ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 。でも結構去年ぐらいからエンバターバトル出てきて、はい、そうですね、はい、まあ、出てこられてバトルも立ててると思うんですけど、はいはい、結構最初びっくりしたんじゃないですか。いや、そうですね、本当にもう こんなにまずそのなんですか、盛り上がってるっていう、いろんなところでいろんなバトルがあってっていうのも、うん、もう確かにびっくりしましたし、あとやっぱり出てくるこの層とかも、はい、そうです、ありますね。そのもう今そのまあ来てる手裏剣とかタイソンとかもみんなもう MC バトルで仲良くなった。あ、なんかそこもまたすごいなと思うんですよね。戦ってんのに仲良くなるみたいな、うん、なんか不良漫画みたいじゃないですか。でも、本当そう。その小池さんも、言ったら、まあ、一回、お辞めになってカムバックじゃないですか。お辞めになる前の名義の時は、怖くて話しかけられなかったから、で、同い年なんですよね、僕が。で、カムバックしてきた最初の年の UMB リベンジに、で、ベスト16かなんかで僕と戦って、で、まあ、当然戦う前はすげえ怖いし、当然試合中は俺すげえ悪口言うからすげえ悪口言ったんですけど、終わった後、お疲れーっつって、ね、あの感じで、はいはい、で、いいやつだ、いいやつだっていうか、はい、熱いやつだ、まっすぐなやつだってなって、だから全部出ますよね、MC バトルって。それがやっぱなんかこう、多分今面白いって思ってる人たちもみんなやっぱそこなんじゃないかなっていうか、はい、だから嫌いになるやつはとことん嫌いになる場合もあるし、うん、なりますね。うん、でもあれですよ、アンダー22歳以下の子たちはもう意外とみんなあれですからね、あいつマジで、いや、あいつだけ許せないですみたいな、やっぱり若いから、はい、純粋なんだね、純粋により純粋なんだね、あのスタイル俺好きじゃないとか、もう結構本当にバトルし終わった後も、はい、いや、なんで今負けたかわかんないみたいな感じになって、まあ自分が一番っていうのが大事な男ですからね、まずはね。なんかその、まあこれ僕があくまで個人的に思うことなんですけど、若い子とかって、はい、まあ、例えば韻を踏んだりとか、うん、それなんかこうテクニック的なところでこう戦って勝ってるじゃないですか、はい、やっぱまあディスっていうか、うん、その、フォーマットにのっとってディスして、まあ、やっぱ上げ足取ってっていうスタイルでやっていくと、はい、やっぱ当然そうなって当たり前だなと思うんですよね、うん、なんかこう、まあ、しかも負けるっていうのもあるし、全然面白くねえわってなると思うんですよね。そう、ディスを言われて湧くと、はい、みんなそう思ってんだってなるんですよ、俺は。なるほどね。辛い。それでも意外とみんなそれ言うよね。なんか、うん、そこに湧いたことにムカついたみたいな。そう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 。俺そんなことないんだけど、はい、なんかそれで怒ってる人が結構いるもんね。なんか、いや、俺は怒んないですよ。辛いっす。へこむみたいな。うん。はい、正社員の金魚の糞わーって。いやいや逆だわ。それ聞いて、あの客席で俺ゲラゲラ笑ってる。そうそう。俺が延長になって、俺がもう嫌だなと思いながら変わると、後ろの方で諦めるな。いや、それは俺が諦めてるの知ってるから、いじってるだけなんです。もうすごいですよ、頭おかしいですよ。いや、まあ、はい、そうですけどね。ちなみに、こういう、ベノムさん、僕じゃない、ベノムさん的に、はい、さっきちょっと聞きそべたんですけど、はい、ベスト、自分の中でこれは一番よく言えたマイベストパンチライン、はい、マイパンチラインなんか。そうですね、まあ、ちょっといろいろ考えたんですけど、はい、たぶん青山の時に、多分戦国バトルですかね、青山戦国バトル開幕戦かな。かね、そうですね、やった時に多分クレイ君とやった時に、はい、ただなんか僕出て入ってみたいなことだったんですけど、はいはい、あれなんかうまいこと言えたなと思ったんですけど、何かその何か多分そのレップでも多分それ放送していただいたと思うんですけど、はいはい、そうですね、で何か出てから始まってるよねみたいな、多分ジュガさん言ってて突っ込まれたと思うんですけど、はい、出て入ってで終わってるじゃん、はい、入って入っちゃってるじゃんみたいな、はい、あれ何か結構うまいこと言ったなみたいな、何かああ、
まあ、ちょっとあのなんすか笑い話というか、はいはいなんですけど、あとはその、まあ、ちょっと今日やっぱ川田君来てるんで、うん、あのこの前のバトルロワイヤルの時に、はい、あの多分2回戦であのバチスタとあとミステリオと、はい、手裏剣と僕の4人で出た時、うん、僕が一番最後だと思うんですけど、はい、であのそのあの2バス目というか2ターン目の僕一番最後に多分ミステリオにお前なんかそうなんかインチャライン踏んでんじゃねえみたいな、うん、でイント爆弾は無駄に落とすんじゃねえぞみたいな、はいはいはい、あれカーター君とあのバックヤードで喋ってる時に、はい、で2人でこう喋りながらこう出てきたワードだったんですよ。おその今のワードかっこいいじゃんみたいな、同じと決まるっしょみたいな、コード君使えないよみたいな言ったら、いやでもそういうの使えない、そういうの使えないですよって、本当に使えないの、いやでも使った方がいいよっつって俺出た時に俺が使ったんで案外決まったな俺バシンみたいな。ああ、はい、あいつが生んだんすね。そうそう、彼が生んだんですよ、はい、すげえ。で、あれで終わって、戻って、ちょ、カーダ君使っちゃったよって言ったら、え、俺そんなこと言いましたっけあ、でも、あのベロンさんのことですね、完全に、はい。わかりましたあの、うん、ベロンさん、なんか最後ちょっと言い残して、なんか、はい、言い残したこと、伝えたいこと、はい。あ、でもそうですね、やっぱりその、まあ、なんかこう、こういう場所で、なんか MC バトルがこうとか、曲がこうとかっていうことを言っても、ちょっとあれだなとは思う。これからもその戦国バトルも出させていただきたいと思いますし、はい、その僕なりの戦い方をやっていくんで、まあ、それ見ていただけたらと思います。まあ、とにかく見ていただけたらと思います。はい、はい、はい、します。はい、あと僕からも言わせてもらうと、はい、あのベロンさん、あの、まあ、もう大体伝わったと思うんですけど、すごい優しくていい人です。全く怖くないです。なんで、はい、皆さんぜひベロンを、はい、追いかけてください。ありがとうございます。当然あのね、あの誰よりも多分現場で話しかけたり一緒に酒飲もうよっていうのを好きな人だと思うんですよ。そうです、嬉しいですね、うん、はい、なんで、はい、皆さんいろんな戦国であったり、はい、バトであったりいろんなところ、あとはライブとか会場に足運んだりして、ぜひベロムさんの魅力を直接感じ取ってください。お願いします。お願いします。じゃあこのアフタートーク、はい、また吉田の部屋、吉田の部屋、はい、吉田の部屋、はい、バトルフィールドアフタートーク、はい、はい、次いつやるかわかんないですけど、はい、ゲストは今回のゲストは、はい、ベロムさんでした。ベロムさんでした。ありがとうございました。